く仕上がっていますが、削ると口当たりが柔らかく溶けにくいことからかき氷に適しています。最近では冬でもかき氷を提供する飲食店が増えていて、首都圏を中心に出荷されるということです。ニュースでした。放火の可能性も